ドンデンさん、湯浅を見て、気づく。阪神は16日、湯浅敦貴投手の登録を抹消した。球団は、疲労を考慮し、登録抹消いたしましたと説明した。湯浅は今季から守護神を務め、ここまで7試合登板で5セーブ、防御率 0.00。この日も、横浜スタジアムでの全体練習に参加し、キャッチボールなどで調整した。岡田、湯浅おったら、使いたくなるなぁ、せや。単なる休みなら、抹消する必要ないやん、なんで抹消？ WBC 疲れだろ。抑えどうすんのマジで。疲労考慮で休ませるなら、どんでん有能では？誰が抑え代役やんのかな。これ壊れたやろ。岡田の犠牲者がついに出たな。まあ WBC 出てたのに、普通に酷使してたし。最終的に誰かしら、投手は壊すんだろうなとは思ってたが、それにしても早すぎやろ。いたら投げさせたくなるから、休ませるときは抹消やで、これがニュードンデンや。